後ろ立っちゃおうっと。あ、ママさん、あれ、いつものあれ。あれ、うん、え、あれって何、あれって、あれだよ、いつものやつ。あ、ね、あ、私わかりました。わかった、よろしく。なんだ、なんだっけ、その手堅さが必要なの。楽観的なノリじゃ絶対に動かない、その感じ。わかりました。副主にとって大企業の名前は大きな保証になると思うし。今さらっと自慢した？自慢くらいさせてよ、必死で入った会社なんだから。社内のネガティブチェック必ず通したよね。言われなくてやりますか。死んだ思いを吐き出したいのは存在の証明が。仕事終わって仕事の話なんて意味わかんないって言ってたんだよ。ピクリあげる、アスパとかメロン。ガンダーさんとを消したいのは自分の限界をそこに見るから、知識過剰な